日本兵庫県神戸市中央区、若菜通若那通は、兵庫県神戸市中央区の町名の一つで、区の中央部から東部にかけて、生田川左岸に位置する住宅、商業地域である。1から6丁目がある。生田川の東にあり、南部を北東南西方向に、阪急神戸本線と JR 東海道本線とが並走している。領域は線路に沿って東西に長く、 東から順に1から6丁目に分かれており、1から3丁目の外区は、高架下と駅のみである。1丁目に、阪急かす野の道駅、5丁目に、市立二宮保育所、6丁目に生田川公園がある。用途地域としては、全域が、近隣商業地域となっている。東は、割塚通りと、南は、篠の目通りと、西は、生田川を挟んで、二宮町と、北は、 国家通りとそれぞれ隣接している。町名の由来となった当地の若菜を読んだ歌の一つ、旅人の道妨たげに積むものは、幾多の小野の若菜なりけり藤原諸介、堀川百死町名は、あざのから。さらにその由来は、平安時代に遡り、説明書図によれば、中尾村民が幾多の裏から若菜を取って、正月の七草として朝廷に献じたことから、 幾多の若菜と言ったのだという。古老随僧によると朝廷への若菜の献上は、縁起十一年代後天皇の時から行われて、来たということである。厳平合戦で一旦は途絶えたものの、文明年間に、蓮如が再興したという。寛演二年に熊内村の昭屋が移した、摂津国内軍武器野草を見取り略アに、 幾多の若菜の里という地名が見える。若菜2は明治36年に神戸市吹合町の一部から成立した。当初は神戸市の町名で吹合を冠して吹合若菜2という名前だった。はじめは2から7丁目までがあった。大正5年に吹合町の一部を編入して1丁目を新設。吹合若菜通り1から7丁目となった。区政施行した。 昭和6年からは神戸市吹合区の町名となり、この時に干渉の吹合をとって現在の町名である若菜2となった。昭和20年若菜2の一部が国かつ1から7丁目となった。昭和48年には現行の若名通り1から6丁目になっている。そして吹合区が幾多区と合併した昭和55年からは、 神戸市中央区の町名となっている。町名の成立した明治36年、幅7.3メートルの南北道路が完成し、春日の道と名付けられた。この春日の道一帯は一時、東新海地と呼ばれて、賑わいを見せた。明治43年、若名尋常小学校、私立夜学校が開校。大正2年、夜学校は私立へ移管され、 大正15年に廃止された。昭和11年、阪神急行電鉄が高価で、三宮に乗り入れし、東端に、春日野道駅が開設された。ありがとうございます。